平愛理さん石平さんですよろしくお願いいたします再び登場いただきましたどうぞお席の方へおかけくださいお隣の平さんなんですがこのスマホ小説大賞の前身である電子書籍大賞2013より生まれました映像作品摂氏100度の微熱の主演を務められたということですよね、はい、はい。演じるにあたってこの作品に対しての思いといいますか感想はどんなものをお持ちでしたか 舞台が兵庫県の方だったんですけれどもあのこの女性が29歳の女性が阪神・淡路大震災を経験していて私も実際小学校4年生で経験していたのでもうすんなり台本読ませていただいた時は、はい、気持ちは通じるものがあってでいろんな表情を見せてくれるんですね。であの5年付き合った彼に浮気されたりとかあとはあの勤めてた先の店長から急にクビと言われて。 とかすごいどん底に落ちたところである男性と出会ってあの従来ラブストーリーに発展していくんですけれどもでも私が読んでいく中であの想像の展開とは全然違っていたので思わず最後はこうなるんかいって台本に突っ込んじゃったぐらいすごいあのハマりました今日はですねなんと平さんにご自身がスマホ小説を書くとしたらどんな作品を書きたいか。 考えてきていただきましたので、これでは発表してください。どうぞ。女優姉妹です。女優姉妹。さあ平さん、これどういった作品ですか。えっと、ある、ちょっとお金のない家族といいますか。ちょっと、貧しい女優とはかけ離れた。はい、はい、あの田舎町で育った姉妹がいるんですけど。うん、姉の方が引っ込み思案で、あんまり外にも。 出ない何やってもこう,うまくいかないというようなタイプのお姉ちゃんで,で妹はもう天才的で何をやっても,もう,うまくこなすというその妹の方が女優という夢を持っていてである舞台があってそ,その舞台に妹が1人で見に行ってそしたらその,あの主演女優さんの,あのセリフを完コピーして、はい、で帰りながら帰、えー、とお家に帰るまで。 ずっとその完コピーしたセリフを言っていたらたまたま舞台に見に来ていた演出の人がいてその演出の人がこの子は才能を持っていると見込んでやらないかと声をかけてで妹は姉に内緒で頑張っていたんですよ。そしたらその,あの妹の夢がお姉ちゃんを外に出したいというはいそういう大好きなお姉ちゃんをということで私あの初めての舞台あるから見に来てほしいって言われて。 で頑張ってお姉ちゃんは外に出て行ったんですよ。でそれを見て、はい、あのお姉ちゃんが今度女優というものに妹から刺激を受けて女優を目指していくという、あのものすごく出来上がってますね。<laughs> そうなんです。<laughs> もう結末まで、ね、はい。であのお姉さんも妹も大成功するんですか。二人で頑張っていくんです。最終的には世界的な有名な作品があって、はい、その作品で。 あのオーディション受けに行ったらたまたま妹もいてあれみたいな、はい、どうしようってなるんですけど最終的にあの妹が合格してで,あのでも妹はすごい姉が大好きだからお願いして、ええ、ダブル出版社の人今の話を、ね、あの契約してください。<laughs> これれさんんどれぐらいの時間ででお考えになったんですか、えっと、先ほど最初3つぐらいあげたんですけど全部マネージャーさんに却下されちゃって <laughs> それで「ちょっとな」とかいろいろ言われたので最終的にえっとメイクをしながら。 すごいですね。はい、考えすご才能ありますよね、下田さん。あの妄想する力ですか。<laughs> あのすごくあると思いますね。妄想するでも今のお話を聞いただけで、うん、読んでみたくはなりますよね。<で>本当に。えー、本当ですね。なんかホロリもあって、はいはい、ねえ。ちなみに平さんこれ出演されますか。どの役にしましょう。どちらの役で。私は姉。あ,えー、あの本当にこれ言うのはあれですけど、自分のキャラが分かってないよね。<laughs> やっぱ天然の妹の方ですよね。<laughs> <laughs> 本当ですか。えー、本当ですよ。はい。